月の差し込んだつまどが少しばかり開かれてある。そこの縁へ上がって、源氏は娘へものを言いかけた。これほどには接近して会おうとは思わなかった娘であるから、よそよそしくしか答えない。貴族らしく気取る女である。もっと優れた身分の女でも、今日までこの女に言い送ってあるほどの情熱を見せれば、皆、好意を表するものであると、過去の経験から教えられている。この女は、現在の自分を侮って見ているのではないかなどと、少女の中には、こんなことも源氏は思われた。